東北芸術工科大学はこちらをご覧ください。ここでは美術科日本画コースが紹介されています。日本画コースでは日本画の出発点ともいえる写生を重視しています。見たものをありのまま描くだけでなく、物事の本質に迫ろうとする姿勢、そして観察力と描写力を鍛えることで独自性も磨いています。在学中から公募展で受賞するなど、学校外の評価にもつながっているんですよ。また古典作品の技法を学ぶ中では、素材の調達から画材作りまでを経験していきます。紙すき職人などの特別講師を招き、さまざまな日本画の材料の性質を学び、自らの創作に生かしたり、大学周辺で採れた石を使って絵の具作りを体験したりしています。これにより素材への理解を深めるだけでなく、環境への意識にもつながっているんです。こうして伝統的な技法を学び、自己表現の可能性を広げた学生たちは、学外でも作品を発表する機会を設け、作品を言葉で伝えるプレゼンテーション能力を身につけています。展覧会は自分たちで企画、そして運営を行うので、将来の自分に必ず役に立つ実行力もこの中で身につけられるんですよ。